はい、東京もちづきです。環境省の伊藤大臣に関してお聞きいたします。まあ、環境庁ではご存知の通り、水俣病患者の方たちとの大臣との意見交換会の場で3分間を超えた方たちのマイクオフということが問題になりました。でその後ですね、5月10日ですけれども、まあ、議員立法を含めて法案というものが出てきた場合どうするのかという姿勢を問われたとき、伊藤大臣は救うものなら賛成をし、これを後押ししていきたいと、まあ、やや踏み込んだ発言をされていました。しかし昨日、一昨日ですね、5月21日の記者会見では、まあ、立憲民主党サイドが今、今国会中にこの1500人の未認定の方たちを救うですね、新たな法案を出したいというふうにされているようですが、このことに関してどんなものか承知をせず、コメントを差し控えたいという発言でした。まあ、マイクオフしたこととはいえ、1500人の未認定患者がいて、やはりこの彼らを救済してほしいという声が高まっています。これ環境省としてですね、どういうふうにこの、まあ、議員立法出てきたものに対して向き合うつもりか、お聞かせいただけますか。はい。水俣病問題につきましては、公害健康被害補償法に基づきまして、3000人が認定を受けて、補償を受けられておられるとともに、これまで平成7年と平成21年の2度にわたる政治救済によって、まあ、合計約5万人が救済をされております。水俣病の被害者救済については、まあ、こうした水俣病の歴史と経緯を十分に踏まえる必要があると考えておりまして、まあ、先日も申し上げましたけれども、引き続き公害健康被害補償法や水俣病被害者特別措置法に基づく給付等を適切に行うとともに、医療福祉の充実や地域づくりなどに取り組んでいく考えでございます。詳細環境省にお尋ねいただければと思います。はい、先ほどの ご回答に関連してなんですけれども、まあ、補償法や特措法、また医療支援など福祉等を使ってという、まあ、向き合っていきたいというお話ですけれども、これはまあ一貫して変わってない答弁なんですが、5月10日にその伊藤大臣が言っていた、その救うものならできるだけその、新たに出てきた法案に賛成し、後押しをしたいというところまで踏み込んでいます。で、ちょっと確認したいんですけど、今、立憲民主党サイドがどういう新たな議員立法を出していくかというところ、ある程度把握できているかどうかということですね、林官房長官や大臣が。で、その上で、その新たに出してくれるものに対して、どういうふうに向き合いたいというお考えなのか。今まである補償法や特措法から漏れてしまっている人が1500人いるという現状の中で、新たに立憲民主党が今検討している新たな議員立法、これにどういうふうに向き合うつもりか、お答えいただけますか。はい、議員立法についてということでございましたが、まあ、議員立法につきましては、まあ、国会でご議論いただくものでございまして、まあ、政府の立場でのコメントは差し控えさせていただきます。水俣病の被害者救済につきましては、まあ、先ほど申し上げましたが、引き続き公害健康被害補償法、それから水俣病被害者特別措置法に基づく給付等を適切に行うとともに、医療福祉の充実、地域づくりなどに取り組んでいく考えでございます。はい、東京もちづきです。また環境省の話ですけれども、非常に環境省、大臣の姿勢がトーンダウン、まあ、メディアの批判が弱くなったということと連動してトーンダウンしていることが気になっているんですが、例えばタスクフォース設置いたしました。この5月14日ではの時点では、大臣、現行法制下の下で一人でも多くの被害者を救うために、何ができるかを達成するのが、このタスクフォースの目的だと指摘していましたが、3日後の17日には、関係団体と改めて懇談の場を開催し、損なわれた関係を修復することが目的なんだと、まあ、関係修復のために作ったという言い方になっております。これ、タスクフォースはですね、少しでも多くの被害者を救うためなのか、単に、まあ、こじれてしまった環境を修復したいということだけなのか、一体どちらなのでしょうか。分かりますか。少々お待ちください。水俣病の被害者救済につきましては、先ほどこのお答えしたとおりでございます。お尋ねの件は環境省の中のことでございますので、環境省にお尋ねをいただければというふうに思います。はい。
はい、東京持ちです。地方自治法改正法案に関してお聞きします。5月20日ですね、矢田川議員が聞いておりますが、これ、改正した場合ですが、前回、コロナ禍でですね、一斉休校というのを、当時の萩生田文科大臣が官邸に反発したにもかかわらず、休校を実施したということがございました。で、これに島根県や成田市が従わなかったということがありましたが、今後、この地方自治法改正法案が通ると、こういった市や県に対する法令違反、こういったところが法令違反になりうるかという点と、そしてですね、今日国会で宮本岳議員の質問に対して、この改正案が武力行使、いわゆる戦争という事態を想定しているのかという質問に関連して、山野局長が大規模災害と感染症において特例を設けると、武力攻撃は必要な法律が規定されているから、この法案では規定し想定しないと、言及されています。今回、地方自治法改正法案、これがですね、有事というときに戦争事態を想定されしてんじゃないかという声があったんですが、この山野局長の答弁聞きますと、この武力攻撃という事態は想定してない、地方自治法改正案の対象外だという理解でいいんでしょうか。お答えいただけますか。まず、公団のお尋ねについてでございますが、今回の地方自治法改正は、今後想定ができない事態が生じた場合に備えるものでございまして、具体的に想定できるものについてはですね、必要な個別法改正が行われるものでございます。で、この本改正案における国民の安全に重大な影響を及ぼす事態について、具体的にどのような事態が該当するかは、本改正案は特定の事態の類型を念頭に置いているものではなくて、実際に生じた事態の規模や対応等に照らして、その該当性が判断されるものと承知をしております。一方で、この事態対処法等に定められている武力攻撃事態等や、存立危機事態への対応につきましては、それぞれ想定される事態について、法律でこの必要な規定がすでに設けられておりますので、先ほどお尋ねがあったように、本改正案に基づく関与を行使することは想定されていないものというふうに承知をしております。前段についてちょっとお答えをさせていただきたいと思います。新型コロナ対応についてはですね、有識者会議で政府の対応に対する客観的な評価とともに、次の感染症危機に対してどう対応すべきかと、こうした整理が行われております。さまざまな想定外の事態が発生する中で、国も地方もそれぞれの立場で、懸命に国民の命を守る最大の努力を図って対応してきたと認識しておりまして、この有識者会議の客観的な評価を超えて、事例の是非に言及するということは控えたいと思いますが、この整理を踏まえて必要な法改正等が行われたほか、現在、政府の行動計画の見直しが行われているものと、そういうふうに承知をしております。この後の日程がありますので、最後1問、論点1問完結です。すみません、東京もちです、はい。関連でですけれど、地方自治法改正法の地政庁の委員だった牧原さんがですね、これ、朝日新聞のインタビューに指摘しているのが、今回の案に足りてないのが、国が指示を出す前後に国会が関わる仕組みがないと。国の指示は国民の前での議論と検証を通じ、運用の在り方が問われるべきだと、地方自治法の指示権が一度使われると、その後は個別法に規定を作り、想定外の事態を減らすことも重要だ、地政庁の答申でもそう指摘している、国会審議で国会関与の仕組みを明確にしてほしいと思うと指摘しています。戦闘機輸出でも国会の審議ということを得ずに、二重の閣議決定で決めるということを決めておりますけれど、この足りない部分ですね、国会が関わる仕組みという指摘について、政府としてはどうお考えか、お答えください。はい、自民党、公明党、日本維新の会は、この地方自治法改正案に関し、補充的な指示につきまして、国会への事後報告を求める修正案を提出したというふうに承知をしておるところで、ございます。
この、そして、この国会での ご審議については丁寧に対応してまいるということは当然のことだと思っております。そして第33次地方制度調査会の答申では、国の補充的な指示が行使された場合には、各府省においてどのような事態においてどのような国の役割が必要とされたのか、地方公共団体をはじめとする関係者の意見を聞いた上で、適切に検証される必要がある。こうした検証が個別法の規定のあり方についての議論の契機とされることが期待されると、こういう指摘がございます。ここで指摘されている個別法の規定のあり方についての議論とは、国会における議論が念頭に置かれているものと認識をしております。こうした点も踏まえて国会への事後報告を求める修正案について、国会での議論については丁寧に対応してまいりたいというふうに考えております。終了いたします。ありがとうございました。